目が覚めたかな。飯の支度をしてくれ。口に合うといいが、さあ遠慮なさらず食ってくれ。かたじけない。では遠慮なく。うまい。
俺をここへ連れてきた男は。ああ、できる限りのことはしたんじゃが、あれほどの深手を負っていてはの。身寄りのない俺のたった一人の兄弟みたいなやつだったんだ。残念なことをしたの。戦とは無情なもんじゃ。遺体はどこに？ああ、体を拭いての着物も変えて別室に安置してある。そうですか。何から何まで、あなた方には何とお礼を言ってんやら。気になさらんでくだされ。随分変わった作りだ。あなたがこの寺の住職で？いや、ここはもう随分と長いこと空き寺じゃ。こんな山奥ではめったに人も来ん。わしは人と接するのが苦手での、随分前からここに住んでるんじゃ。なるほど。で、あの女性は？ああ、あれはちょっと分けれるの。昔からここに住んでるんじゃ。なことよりこれからどうなさるおつもりじゃ。これから？うん。遺体を遺体をあいつの田舎まで届けようと思う。俺には行くところもないが、あいつには帰るところがある。それがせめてもの弔いだ。大変世話になりました。そろそろ失礼するとする。まあそういうことはない。来た道を戻り山を降りても残党狩りに遭う危険がある。西側に抜けるにもこの先は断崖じゃ。迂回をするにもあいにく今夜はこの雨じゃ。いつ土砂が崩れるやもしれん。なあ、悪いことは言わん。今夜はここにゆっくりしていきなさい。久しぶりの客人じゃ。わしは人と接するのが嫌でこんなところに隠居はしている身じゃが、久しぶりに酒が飲める相手が来て嬉しいのだ。まあお仲間のことを考えると決していい出会いとは言えんが、これも何かの縁じゃろ。どうだ、今夜二人で飲み交わし通夜としようではないか。ではお言葉に甘えさせてもらおう。
重ね重ね世話になる。いやいや、こちらこそ。今宵はいい夜になりそうじゃ。これはフランスという国のワインという酒じゃ。ブドウから作っておる。さあ。変わった味だ。だがうまい。そうじゃろう。さあどんどん飲んでくれ。しかしこのお酒といい、この建物といい、見たことのない珍しいものばかり。すべて異国のものですか？ああ、この寺にたどり着くまでにわしはいろんなところを旅してきたんじゃ。ではあの仏像も異国の神？不思議な顔してるが。あれはわしが彫ったんじゃ。あなたが？ああ、こんなところに住んでると時間だけはたっぷりあるからの。それはすごいな。神というよりはわし自身を掘ってみたんじゃが、似とるか？そう言われると少し似てるかも。気を使わんでもね。それにしてもよく降る雨だ。まあ明日になればやむじゃろ。夜の山道は危険じゃからの。特にこの山はある言い伝えがあるのだ。知っとるか？いや。この山にはな、天狗がおると言われてるんじゃ。天狗？天狗というとあの森を飛び回り人を捕まえては食らうというあの天狗か？いかにも。天狗は山を治める者なり、その耳は針の落ちる音を聞き、その目は千里先を見通し、その鼻は獣と人の血の匂いを嗅ぎ分け、その口はただひたすら肉を食らうのみという言い伝えじゃ。まあもっとも天狗という呼び名は人が勝手につけたもので、の正しくは荒神という。荒ぶる鬼神、戦いの神のことじゃ。えらくお詳しい。しかし
そんな物騒なもんがうろついてるとあってはこの寺も危なくはないのか。いやそうでもない。なぜならわしがその荒神だからじゃ。面白いこと言う人だ。いやいや失礼した。じゃがの天狗の言い伝えは本当じゃ。ああまあ仮に天狗が現れたとしてもあなたはかなり腕が立つとお見受けする。難なく退治できるだろう。そういうお主こそあれほどの深手を激しい戦を生き延びてきたんじゃ。その手にかけた者の数決して少なくはあるまい。のお主今まで何人の人を斬った。趣味が悪いな。斬った人間の数だと数えたことはない。ほう、自分の手にかけたものの数を数えるでもなく忘れたと。自分の奪った命の大きさしかと受け止めるべきではないのか。俺が今まで斬ったのは794人。その一人一人の姿形声最後の表情まで全て覚えとるぞ。あいつの遺体に合わせてくれないか。天狗の穴は獣と人の血の匂いを嗅ぎ分ける。匂う匂うぞ。お前から血の匂いがプンプンするぞ。もういい。あんた少し酔ってる。やはり今から出発することにしよう。あいつに会わせてくれ。助けていただいた例はいずれまた改めて。そうか、なら今ここで礼をしてもらいたい。俺よ、殺してくれ。あんた何言ってんだ。言っただろ、俺は荒神だ。だがもう随分長いこと行き過ぎた。俺に死を与えてくれる者が来るのをずっと待っていたのだ。だが俺も荒神である以上そう簡単に切られるわけにはいかん。真に俺を倒せる資格のある者にしか切られるわけにはいかんのだ。冗談よせ。どうして俺が命作ってくれたあんた切らねばならんのだ。だからお前に言ってるんだ。お前にはわしにそれだけの恩義があるはずだ。むちゃくちゃなこと言うな。それにあんたどっからどう見ても人間じゃないか。何が天狗だ荒神だ。この世は見たままが全てではない。
人間だってそうだろう。善人そうな顔していても平気で人を裏切り、清純そうな顔をした陰梅もいる。悪党面をしているが真っ当に生きてるやつもいるんだ。まあいい。じゃああんたが本当にその荒神寺だとしよう。だからってなんで俺があんた嫌いなんていかん。そんなことより早くあいつに会わせてくれないか。お前も侍だろ。お前は俺と戦わねばならない大義があるんだ。そんなもんあるはずないだろ。命救ってくれたあんたと俺が戦う、一体どんな大義があるっつんだ。お前はもうここへ来た時のお前ではない。あ？よく考えてみろ。不思議だと思わんか。お前がここへ来たのは2日前だ。お前の体には13箇所の切り傷があり、4本の矢が刺さっていた。その傷口は広く膿んで、お前は高熱にうなされていた。それが今ではどうだ。昔奇病に侵され人間の赤子を大量にさらってこさせた狂った大名がいた。不老不死の薬を調合するには必要だと思い込んだんだ。生まれたばかりの赤子ほど可能性に満ちた存在はないからな。老いたり病んだり傷ついた体を癒すには最高の養分だと考えたんじゃ。まあその大名はただの狂人だったかな。奴がしたことはまんざら間違いではない。人間の肉には不思議な力がある。限界を超えて引き出すには同じ人間の肝を食らうのが一番。そうだ。お前は友の肉を食らったのだ。お前の友はお前の一部となり、お前に力を与えてくれたのだ。さもなくばお前はとうに死んでいた。流行る気持ちはわかるがな、もう少し酒でも飲まんか。
何者だお前。おいおい、お前の刀はもうボロボロじゃないか。これじゃすぐ折れちまうぞ。やはりお前は俺を楽しませてくれそうだ。夜はまだまだ長い。ゆっくりやろうや。やましい。しな。おい、おい、いつまでやってんだ。不死身になったわけではないぞ。首を切られるか、心臓を突かれれば死ぬ。まあそんなことよりとりあえず酒だな。ああ、この酒はな、ロシアという国のウォッカというかなり強い酒じゃ。トウモロコシからできとる。さあ飲んでくれ。ああ、酒なんか飲んでられるか。それどうなってんだ。なんで俺知らねえんだよ。だから言ったじゃないか、肝を食ったからだ。じゃあなんだ、人の肝食らえば誰でも知らなくなるってのか。そんなわけないだろ。いいか、同じ食材を使っても料理人が違えばできるものも違う。この女は腕の立つ料理人なんだ。それもかなりのな。お前もバケモンか。な、昔から言うだろう、女は魔物だとな。俺もこいつには頭が上がらんのだ。あ、そうだ、なんならお前こいつ切ってくれるか。
おい。やりた。強い酒だと言ったろ。なんなんだお前ら。俺こんな目に遭わせてな、何を目的なんだ。何度も言わせるな。俺は死にたいのだ。我が人生戦いのみ。俺はより強い相手を求めて戦ってきたが、もう飽きた。ところがな、この体はもうこれ以上年を取らん。俺は自然には死ねんのだ。だったらな、自分で腹かき切って勝手に死ねばいいだろ。でも俺に頼むな。切腹か。切腹などというものは、お前ら人間がくだらん誇りだとか自尊心だとかを満たすためにすること。自分に非がないのに、なんで自害せねばならんのだ。それにだ、俺は戦いの神だ、荒神だ。戦いで死んでこそ本望だ。だからといってな、そこいらの田舎侍にやすやすと受けられるわけにはいかんだろう。な、俺が死ぬときは、俺を倒せる者が現れたときだ。めちゃくちゃ理屈だな。あんたの言ってることはな、理不尽っつうんだ。理不尽。俺にはさっぱりわからん。そうか、ならば聞こう。お前ら人間はどうなんだ。一握りのくだらん政略家のために何十万という人間が殺し合いをしているではないか。お前の仲間が死んだのも、今お前がここにいるのも、全てその戦のせいだろう。それこそ理不尽ではないのか。いいか、この世の存在そのものが理不尽なんだ。じゃあ聞くかな、なぜ俺なんだ。あいつ殺して俺選んだのはなぜだ。お前ら二人は死にかけていた。どちらか一人しか救えなかった。だからどうしてあいつでなく俺だったんだって聞いてんだよ。なの理由などない。俺がお前を選んだ、ただそれだけのことだ。じゃあ何か、お前は自分が死んであいつに食われた方が良かったとも言うのか。いいか、俺はあいつを殺したんではない。お前に生き延びる可能性を与えてやったのだ。二人とも見殺しにしていればそれで終わりだった。だが今のお前には少しでも生き延びる可能性がある。大きな違いだろう。友の死と引き換えに幸運をつかんだことを喜べ。少しの可能性にかけてみろ。偉そうなこと言いやがって。要するにお前は今までこういう理不尽な戦いで何人も人斬ってきただけだろ。何が可能性だ。ただの人殺しじゃねえか。
まあ人でないものも切ったことがあるがな。人でないもの。どこ行ったの？人だと思えば鬼であったり妖怪であったり、この世には理解を超えた不可思議な者たちが確かに存在する。俺もそいつらに教えられたんだ。自分が人間ではなく荒神だとな。鬼だとか妖怪だとか荒神だとか、はて、一体何の話してんだよ。この世は見たままが全てではないと言ってるではないか。この世には人間に見えて人間でないものが多く存在する。戦場で多くの敵を相手にたった一人で尋常でない活躍をする武将、病に侵されたり事故に遭いながらも奇跡的に一命を取り留めた者、まあそのような者たちは運がいいと言われているが、実はそうではない。そいつらは人間であって人間でない者たちなんだ。ああそうかい。じゃああんたが荒神だっつうんなら俺も荒神かもしんねえな。そうかもな。そんなわけねえだろ。俺もあんたもこれどっからどう見ても人間じゃねえか。空を高く飛び回る鳥もおれば、一生大地を離れられん鳥もおる。人間に見えて全く違う種族がおっても不思議ではなかろう。ここにいる俺自身がその未知なるものの存在する証だからな。ああいえばこういう納得いかない野郎だな。まそれもしょうがないだろう。俺もかつて自分が人間だと思ってた。幼少の頃から戦いを求め、まあいろんな敵と戦ってきた。だが誰も俺に勝てん。なんで俺はこんなに強いのか不思議でしょうがなかった。まあいつの頃からか俺の名は天下に知れ渡るようになった。最強の男と恐れられ、もはや誰も俺と互角に戦える人間はいなくなった。ちょっと待って。じゃあその天下に知れ渡ったちゅうあんたの名前なんつうね。え、俺宮本武蔵。武蔵だ。あんたがあの天下無双と呼ばれた宮本武蔵だってのか。まあ今ではどうでもいい名前だけどな。とっくに熊本で死んでるはずだろ。いやそういうことになってるらしいな。まあ偽物が多くて困るわ。じゃあ何か、あんたは史上最強の賢人宮本武蔵で、しかも人間ではなく荒神だと、そういうことか。まあそういうことじゃ。で俺にその化け物と戦えと。そうだ。アホや、アホや。
ジかよ。まあいいか、どうせ一度は死んだ命。やってやろうじゃねえか。お前の刀はもう使い物にならんからな。好きなの選んでくれ。あ、それはダメだ。俺のだ。好きなの選べって言っただろう。すまんすまん。代わりと言っちゃなんだが、俺のおすすめはその西洋刀だ。ブロードソードといってな、思いがよく切れるぞ。まあいずれの武器の持ち主ももうこの世にはおらん。遠慮することはない。ああ、鎖鎌はやめとけ。こんな狭くて柱の多い場所では不利だ。熊手なんかどうするんだ。手裏剣なんかせこいだろ。その銃はいいぞ。ピストルといってな、西洋の最新兵器だ。火縄銃と同じく火薬で弾丸を発射する。まあもっとも俺に当てるのは難しいがな。おいおい、ちょっと待て。寝込みを襲ってどうする気だ。それじゃつまらんだろう。目覚ましたかと思ってな。あいにく俺は眠ることができないんだ。なあ、お前夢を見たことがあるか。当たり前だろ。俺は眠らないから見たことがない。それは残念だな。いい夢ってのは楽しいからな。一度見てみたいもんだ。
その夢ってやつを。あ、それな、後ろについてる撃鉄を奥さんと弾が出んぞ。それはお前の友の刀だったな。いい刀だ。それで俺を切ればいい弔いになるぞ。それを選んだか。お前俺に勝つ気だな。俺たちは所詮似た者同士だ。戦いに来て死ぬしかない。俺たちが似た者同士で、あんたが荒神なら俺って何なんだろうな。俺に勝てば分かる。お前に会えてよかった。卑怯な真似を。いいぞ、その息だ。それでこそ俺が選んだ男だ。
お前が生きてきた全ての意味は今この瞬間のためにある。全身全霊、現在過去未来、お前の全てをかけてかかってこい。そんなもんでは俺には勝てんぞ。
やはり無理だったか。ひょっとしてこの男ならと思ったが、もはやこの世には俺に勝てる者はおらんのか。大した奴だった。手厚く葬ってやってくれ。お前は この世は見たままが全てではない。
そう言ったのお前だろ。そうだったな。お前は確かに天下無双だ。だがな、天を見ろ。星は無数にある。お前が俺に自分が何者なのか気づかせてくれた。やはりこの世は不思議に満ちている。面白い。お前こそ俺が待ち望んでいた相手。お前が俺を待ってたんじゃない。俺がお前探してたんだ。礼を言う。こんなに楽しい戦いは初めてだ。お前は一体何者なんだ。俺に勝てば分かる。そうか。世界を広く、まだ謎が多いか。
もう眠っていいぞ。そうか。眠るってこんな感じなのか。夢を見れるかな。うん。どんな夢を見てるのかしら。これからどうするつもりだ。私はここに残ります。あなたと一緒に。あなたもここに残るの。そして戦い続けるのよ。まあいいか。俺もどこも行く当たらない男。しばらくここにいることにしよう。俺と会ったの誰なんだろうな。私が見届けるわ。